Premier Cup. 1600m、 なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。花を切ったのはアルフ川島ですが、そのうちにいます。その後ろでありましょうか。うまくいっているんではないでしょうか。川島です。その外からは9番ホワイトインパクト。さあトンネルを抜けると世界最高のウイニングロードが待っています。アルプスまだ先頭、アルプが3馬身リード。そして外にオーシャンビュー、それからリオイレブン、3番手にホワイトインパクト。先頭はアルプス、黄色い帽子リオイレブン。オーシャンビューが3番手かわしたリオイレブン。先頭11番オーシャンビュー、先頭キフナピとリオイレブン。フェイントも懸命に追うリオイレブンが先頭だ。3番手にフェイント、内か外かほとんど同時。1着当番、2着8番、3着11番以上のように確定しました。